今日は、たつきさん先生にフェンダーを加工してもらっています。 S134 のオーバーフェンダーを取り付けようとしているところです。はい、ちなみにたつき先生は、こちらの FD の方です。お願いします。超ローテーションお腹空いちゃってダメみたいですね。たつき先生にフェンダーを切ってもらって装着できました。ということで着陸させてもらってもよろしいでしょうか。行きます。いいっす。おまあここは削るからいいんですけど、仮付けしたので、ね、ベルトサンダーで、少し微調整をして、ここのねクリアランスを広げときました。はい、だからね、一回外して今度はインナーフェンダーも、切り取っていきます。まあ見えないでくれたんでね、適当に当たらない程度に切り上げました。であとここがね少し当たりそうなので、ベルトサンダーで少し削っちゃいます。部分がですね、一箇所切ってなくなったので、ここをね、何かしらの方法でくっつけます。はい。ね。はい。まあ、アイラップでもいいかなと思ってます。はい、ということで、装着完了しました。肌声で申し訳ないですけど、一応こんな感じになっております。ちょっとまだね磨いてないんでフェンダーがくすんでますけど、はい、こんな感じについております。はい、で、あ、ちょっとねここやっぱり当たっちゃいますね。まあ、少し削ったんですけどもまだ当たってる感じがあるのでもうちょい削ります。はい、あとはまあ中はね大丈夫です。はい、でまあ真後ろから見るとこんな感じで、だいぶ、迫力が出たかなと思います。はい、でタイヤは9.5J の25をキャンバー縦目で腰気味で、入るようになっております。はい、ちなみにこのあれですね状態はワイドトレッドスペーサーの 25mm をかませてます。はい、なんかそのままつけたらだいぶ電車みたいになっちゃったんで、はい、今はスペーサー入れてます。はい、感じです。
まあとりあえず後ろだけつけてみました。まあこのフェンダーのね、チリはですね、このエアロ用のゴムモールで、隠せるレベルですので、はい、こんな感じで綺麗についたと思います。ただこう僕の車サイドステップないんでね、ここはちょっと寸足らず感が出てますけれども、はい、まあ上から見ればねかっこいいかなと思います。はい、という感じでした。はい、うん、かっこいいな。もうちょっと車高落としてね、やればバッチリかと思います。はい。